ただいまですね、オフロードコース改修を行っております。さあ、ヤタベアリーナスタッフ山ちゃんは、ヤタベアリーナ専用機ですね、このユンボを操りまして、山とかをですねどんどん壊していっております。さあ、そして、こちらですね、ヤタベアリーナのトラクタージョン・ディアーですね、これに乗っているのはヤタベアリーナスタッフウッチ、山ちゃんが山を壊して、ウッチーが耕すといった感じで、今日、ヤタベアリーナオフロードコース改修初日行っております。ヤタベアリーナのコースはホースがなくなって、仕切りのホースですね、なくなってしまうとこれだけなんか広く感じるような、いつもコース改修をするときはですね、ホースなくなって、うわ広いなっていう風に感じます。さあ、ウッチーがトラクターをバックさせて耕す作業ですね、行っております。このコース改修ですね、4日間で行います。皆さんぜひですね、新しいオフロードコース遊びに来てください。